はい、こんにちは、ライブです。はい、今回はこちらの限定プレミアムクエスト、ソラ&グーフィートゥーンバージョンがついてくる、収穫金がね、始まったので、こちらの、メダル解説していきたいと思います。はい、収穫金はこの間のアクセル、エンプルート、トゥーンバージョン以来かな、うん、っていった感じで、収穫金メダルの性能もね、どういう感じかなと思ったんですけど、アクセル&プルートの、色違いっていう可能性もね、全然あったんですけど、全然違う性能できたね。はい、っていうような感じで、あとね、先週からですけど、ボーナスジュエル、まあ収穫金すると、PVP での回数上限がアップします。はい。収穫金じゃない人は3回までしかできないんですけど、収穫金すると5回まで、1日5回まで、挑戦することができるようになるといった特典も、ついています。はい。それからですね、今回の収穫金からですね、ちょっと、今までの仕様と変わりましたね。というのもですね、今までだったら、メダル、限定メダル、収穫金限定メダルが、7枚もらえてたと思うんですけど、今回からですね、元となるメダルが2枚、それから専用覚醒メダルが8枚と。で、もらえるジュエルに関しては1400ジュエル据え置きですけど、うん、元となるメダルが2枚になったってところと、専用覚醒メダルが8枚ってとこですね。それが変更点になります。これはちょっと賛否両論あるかなと思うんですけど、今までだったら、例えば、そうだな、ハイスコアイベントってところで考えるとですね、今までであれば元となるメダルが7枚あるので、そのうちの6枚をね、極端な話ぶち込んでやれば、収穫金メダルは全て 18% のボーナスメダルになりますので、それだけでもうかなり高い倍率、ボーナスポイントがつくのでっていう、感じではあったんですけど、今回からですね、収穫金メダルだけでは、3枚までかな、専用覚醒メダルは、スプリット枠に入れて、その他のね、元となるメダル2枚入れて、ボーナスメダル 18% が3枚までしか届かなくなるということで、若干相対的に考えれば、若干収穫金メダルの価値がね、ちょっと下がったのかなと。今までもそうだったんですけど、収穫金メダルといえば、もうね、次の次回の、来るべきハイスコアイベントで使えるといったところで、そのハイスコアイベントのために収穫金するっていう方もね、少なくないと思うんですよ。それが今回こうなったことで、若干価値が下がったかなと思われる。で、ただ、その代わりですね、専用覚醒メダルが増えてます。8枚になっているので、うん、今までだったら覚醒チャレンジ6回までかな、うん、本体1枚含めて6回までしかできなかったけど、これは一応やろうと思えば9回まで覚醒チャレンジが可能になるといったところで、そんな感じですね。本体減らして覚醒専用メダルを増やしたような形になってますので、まあこれは皆さんの使い方次第ですけど、はい、っていう感じですね。ちょっと仕様が変わったと。で、こちらトゥーンバージョンということで、天野、白先生のイラストになっているといった感じですね。はい。で、まあ問題は性能ですよね。性能。これね、パッと見皆さんめちゃめちゃ強くねって思ったと思うんですよ。僕もこれ日付変わって見た瞬間、何これめちゃめちゃ強いじゃんと思ったんだけど、よくよくこれね、ちょっと喜びだったんだけど、しっかりこの文面読んでみると、これ下に敵リセット効果って書いてありますよね。皆さんわかりますよね。これがね、そう、上の文だけ読むと、とりあえず一旦、攻撃バフ7段階、光バフ3段階で、全部破壊含む、レイド含むエネミーグループ内の敵が残り1体で威力がアップで、単体攻撃で消費ゲージが5で、最大バレツが 24.16 なんですよ。で、ここまで読むと、ジュディ&ニックとか、ティナだったりとか、それから光の戦士か、その辺と遜色ない、めちゃめちゃ強いメダルじゃんって衝撃受けるんだけど、ただ光バフか、光デバフの違いかってなるんですけど、ね、これだけ見れば、あ、やべえメダル来たなとか思うんですけど、この一番下の
敵リセット効果っていうね、リセットがつくだけで台無しっていう、もうこれのリセットの有無だけで、なんていうのかな、強メダルと、なんていうの、ゴミメダル正直これゴミメダルだと思う。マジで。このリセットがつくだけで。新規勢の方もね、この動画見てる方いると思うんで説明しておくとですね、敵のリセット効果っていうのは、敵のバフ、防御バフだったり攻撃バフ全てを、解除しますけど、こちらがつけたデバフに関しても解除しちゃうんですよ。はい、どういうことかっていうと、例えば、メダルをね、6枚7枚、まあ、セットして戦うわけじゃないですか。でこのソラ&グーフィートゥーンをね、倍率高いからといって後ろにセットしちゃうでしょ、しちゃうでしょ。でした場合ね、した場合前の方で例えば他のメダルでね、光デバフとかいっぱい6段階つけた、7段階つけた、さあいっぱいつけて、バフデバフいっぱいつけて、じゃあ攻撃するよってさ、このメダルで攻撃するよってなって攻撃しちゃうとね、リセットなんですよ。メダル発動させた瞬間リセットなんですよ。光デバフ6段階7段階つけたところで全てリセットしちゃうんですよ。はい、リセットっていうのは一番最初のね、何もバフデバフがついてないナチュラルな状態に戻してしまうと。こちらのね、こちらについてる分のバフについては全く関係ないですけど、敵についてるね、デバフだったりバフは全て、最初の状態、ナチュラルな自然な状態に戻してしまうと、生まれたままの姿にね、戻してしまうといった、内容になっているので、めちゃめちゃ使いにくい。せっかくバフデバフとかね、デバフとかねつけてあげたのに、これをねフィニッシャーに持ってきちゃうと全てが台無しになってしまうといったところの精度になってるんで、なのでこれどこで使うのっていうのが正直な感想ですね。結構前のね、ハデスカップだったりでリセットメダルが、輝くところがあったりとかはしたんですけど、クエストによってはあったんですけど、今の環境を考えるとね、リセットメダルが生きるとこってないと思うんだよね、残念ながら。うん、いろいろ考えた、 PVP とかも考えたけど、結局ね、こちらがつけたデバフまで消しちゃうので、都合よくね、敵がついてるバフだけ解除みたいな、バフだけリセットみたいなね、都合のいい、効果だったらすごく良かったんだけど、これ単純に全ての、バフデバフをリセットしてしまうっていう効果なので、すごく使いにくい。で、実際本気で使おうと思ったら、多分ね、デッキの一枠目とかにしか入れないよね。うん。こっちがつけたデバフまで消しちゃったら意味ないもんね。せっかくやっても。ってところで、使おうと思ったら一枠目しかない。後ろに入れるのはまずありえないので、そんな感じだよね。で、かといって、一番最初のこれ、まあ攻撃バフついてるんで、まあ、一番最初に一枠目に、まあ、入れても強いんじゃないのっていう思われる方ももちろんいると思うんですけど、それはね、敵のレベルが低い時だけ。だと思うんですよね。これ防御デバフ一切ついてないんで、はい、レベル、まあ、2000超えぐらいからかな、2000超えのハートレス相手にこれ 1枠目で使っても全然ダメージ出ないと思うんですよ。最悪硬い敵とかコロシアムのレベル2000くらいの相手だと普通にダメージ1だと思うんですよね、これ多分、おそらくっていうレベルなので、うん、正直ね、これ 24.16 倍ですけど、これ使うなら、これマジックだよね。マジックだけど、アクアのステンドグラス。ステンドグラスナンバー1をね、一枠目に持ってきた方が火力出ると思う。うん。ステンドグラスに防御デバフ4段階ついてるし、攻撃バフ7段階、それに、光バフ7段階、さらに、マジック、のバフデバフも7段階ついてるので、それだけバフデバフのだけ考えても、どう考えてもステンドグラスの方が火力出ます。これだけ倍率差あっても、ステンドグラスの最大倍率 15. いくつかだけど、
こっち24倍ですけど、そんだけバフとデバフの差があったら、全然1枠目はステンドグラスの方が火力出るんで、正直これマジで使い道ないよね。本当に。アクアのステンドグラス持ってない人用だね。それぐらいしかない。もはや。っていうレベル。だと思いますね。で、あと、敵の防御力は関係ない。まあ、使っても、レイドかなって思う。レイドの一枠目になんのかなっていう感じですね。はい。だから、このね、ソライングフィートゥーン、今んとこか、使い道がよくわかんないけど、まあ、今後使えるところが出てくんのかなわかんないけど。ただ、リセットメダルね、今までも、ありましたよ。収穫金メダルで。なんだっけ、イラストベルエンビーストか。あれも、これの、まあ、今となった介護官ですけど、ありましたよね。確か、単体攻撃でリセットメダルで、攻撃バフがついてるみたいな。ありましたけど、あれも結局、全然使う機会なかったもんね。それ考えても、今後、このリセット効果が、うまく使えるとこが出てくるか謎です。はい。で、こちらのね、デバフ効果とかバフ効果もどんどん強くなってるので、リセットしてる暇があったら、そのバフメタルとかね使って無理やりこう、なんていうのかな、下げたり上げ下げした方が良かったり しちゃう場合も全然あるので、うん、っていうところがあるんですよね。はい。そう考えるとちょっと本当に使いにくい、しかも単体だしね。ってところで、本気でこれ使おうと思ったら多分レイドですよね。レイド覚醒が多分一番いいと思う。無難にレイド、140%、80%、120% つけて、1枠目に入れて、ドーンみたいな。まあ、これ、しかも、条件がね、全部破壊のレイドじゃないと単体扱いにならないので、最初のターンは、この最低倍率の 13.76 倍しか出ないっていうね。最大倍率出すには、レイドでも2ターン目以降っていう風になっちゃうので、使いにくレイドでも使いにくいわ。っていう感じですね。なのでこれ性能的にはかなり微妙と言わざるを得ません。結構真面目に考えたけど、真面目に考えたら本当使いにくいねこれっていう。なので、まあ、最初の冒頭で言いましたけど、ハイスコア用だよね。ぶっちゃけ先日のですね、アクセルエンプルートに関しても僕一度も使ってないしな。ていうか今回のハイスコアイベントでも使ってねえのよ、くよく考えたら。そうなんですよね。まあ、21パーメダルがね、揃ってない人とかだったら、この収穫金メダルは、1400円でね、18パーメダルが、3枚手に入るんで、まあ、それ考えたらね、で、ハイスコアメダルも、この間のね、先日の、シャンユーのね、性能解説動画、アップしましたけど、そちらでもね、あれ EX メダル並みの強さなので、ハイスコアメダルに関しては。なので、まあ、なんだろうな、そういう考え方でいくと、収穫金メダルさえ手にしておけば、EX レベルの強さのメダルを、まあ、1枚くらいなら、まあ、そこまで、頑張らなくても手にすることができるというね、ことを考えると、まあ、天井のない EX のガチャを回すよりは安上がりで済むのかなっていう印象ですね。はい。なので、その辺に関しては、皆さんのね、これ、収穫金メダルなので、これをね、収穫金するかどうかは皆さんの価値観ですけど、少なくともまあ、今回の収穫金、このソラグーフィートゥーンに関しては、まあ、微妙だけど、まあ、次回のね、来月のハイスコアを考えるのであればって感じですね。はい。といったか、多分ね、来月はね、シャンユーの色違いだと思うんだよね、ハイスコアメダル。おそらく。リバースかな？何かわかんないけど。はい。といったところですね。僕のソラグーフィーに関する、解説は。はい。と、月曜日から始まったイベントはこれだけではなくてですね。はい。ユニオンクロスで、3要請の風船。まあ、新しいアバターですね。で、こちらに関してはね、いつもと、ちょっと期間がね、短めになってますので、短めでもないか。1週間あるけど。
多分ね、これ6月の4日から新しい月も変わるんで、ブーストがね、来ると思います。おそらく。6月4日から。何のキーブレードが始めかわかんないけど、まあ多分ダイヤモンドダストとかね、ロックスプレンダーあたり来んじゃねえかなっていう予想はしてますけど。はい、そんな感じなので、まあ、この3要請の風船は、まあ、最悪やらなくても、6月4日からのね、キーブレードブーストに関してはね、皆さん絶対やるようにしましょうね。はい。といったところと、あとね、まあ、先ほどですね、夕方にメンテじゃねえや、なんだ、データ更新がありましたけど、それがね、こちらに書いてある不具合を修正したという内容で、一部クエスト、まあ、プレミアムクエストですね、プレミアムクエストで、AP 消費すんじゃねえかっていうね、不具合があったので、ボックスにね、もう300ジュエルが配布されていると思いますので、はい。まあ、ちょっとしたことではありますけどね。で、あとメンテナンス作業だね。これも先ほど追記されました。これ何のメンテかっていうと、この一部のお客様におけるデータ不整合の解決のためって書いてあるよね。これ、何のことかわかんないと思うんですけど、多分ね、僕の予想だと、ツイッターとかで、見てたんですけど、タイムラインで流れてきたんですけど、一部の人がバグで、キーブレード、特定のキーブレードを2本とか持ってるっていうバグがずっとそのままにされてて、その影響で PVP がプレイできないといった感じのバグが発生しているのが 何名かね、見かけたので、多分それに関する、データ不整合ってことなんだろうね。それの多分ね、解決だと思う。そのための調整で入るんだと思うんですけど、まあだからその方たちはね、今月の PVP には一切参加できないと、ちょっとどうなのかなっていう。しかもこれメンテナンスのあれだもんね、5月31日最終日だからね、 PVP のちょっとかわいそうすぎるよね。その方たちにはね、もう無償で1位のトップ10の、最高報酬とか上げてもいいと思うんですよね。今までずっとその方たちはね、不具合というかバグとずっとね、こう生きてきたわけですから、それのね、補填の意味でも、1位の報酬上げちゃってもいいと思うんだよな、これ。はい。多分ね、それだと思う、このメンテナンスって。はい。って感じですね。まあ、このゲームね、ゲーム開始当初からいろいろとね、そのまんまにされてるバグが未だにあったりするんで、HP バグとかね。HP も僕もちょっと多かったりするんですけど、実は。HP バグっていうのが、実装当初のバグからそのまま名残で残ってますけどね、これ。はい、僕 HP6000 超えなんですけど、多分新規の方とか HPMAX で5900台だと思うんですけど、僕6120ぐらいあるんで、これはもうずっと前からなんですけど、うん、初期のね、なんだっけ、レイド倒した数でちょっと HP 上がるみたいなバグがあったんだっけな。多分そんな感じのバグだったと思うんですけど、はい。未だに治ってないからね。まあ、その辺で若干 HP の格差あるっちゃあるのが PVP とかだとね、幸い HP とか関係ないんで、その辺関係ないですけど。はい。っていうところで、まあ、ちょっと話が脱線しましたけど、そんな感じで、あとね、遊び放題キャンペーンも、ちょっと短いね、今回1週間しかないんですけど、はい、やっておりますので、皆さんこのうちにね、放棄を入れてギルト解放するなりね、プラウドだったりメインクエストを進めるなり、した方がいいと思います。それからですね、収穫金で今回久々に来たかな、このスペシャル超成長クエスト。これね、このバナーに書いてある全ての進化素材だったり、チップ&デール、まあ、全てがこれクリアするだけで一気に約20枚もらえるって書いてありますけど、そう。超便利クエストですね。これスキップチケットちょい使うだけでもうすぐ進化素材集まるから。で、星7メダルのね、経験値がなんかとんでもないレベルに増えちゃったので、うん、そういう意味でもね、結構集めていった方がいいですね、これやってるうちに、はい、と思います。はい、多分来月が、PVP1 回目終わるので、そこでチケット使って星7メダルに何枚かおそらく進化できるぐらいの進化素材は集まると思うんで、はい、って感じです。経験値用の、メダルもいっぱいゲットしておいた方がいいですよといったところです。はい、といったところですかね、今回は。はい、
また今週はまあなんかあるかな。多分ね金曜日までイベントないと思うんだよね。あ、多分明日スキルドローあるわ。明日、明後日、し明後日とね、スキルドローが3日間あると思いますけど、そうだな、それぐらいだと思うんだよな。多分金曜の6月1日、ちょうど切り替わるし、そこで多分イベントだったらアバターボート、それから、EX メダル、来ると思うんで、その時にまた動画でも撮ろうかなと思いますので、はい。今回の動画はここまでで終わりたいと思います。次回動画もお楽しみということで、ご視聴ありがとうございました。